チアとオーガンダムって性能差が結構あったの？に対する反応集をお送りします。機体の性能を考えたら決してフェアとは言えない戦いだよね。エクシアはちゃんと最新型になってるのにオーガンダムは30年前のままだからな。よくリボンズは対抗してたわ。ベイダ掌握されて味方を根こそぎ失い自慢のガンダムも戦闘不能にされて負け格なのに第一世代機で生きてるバカだからね。付き合ってやる刹那の優しさよ。トランザムしてやらなかったのは刹那の思いやりだと思った。どっちも有志チャージなしじゃトランザムそもそも不可だって。別にフェアである必要がないシーンだし。どっちも有志チャージできてなくて全く性能出てないからパイロットの実力勝負だよこの戦いは。オーガンダムも00の3スラスターの技術と統合した新型コーンスラスターそのまま移植してるからその場面での機動力は大差ないぞ。現にライフル撃ち落とされてオーガンダムから捨て殺しかけるまでエクシアとの追いかけっこで距離縮まってないし。この時刹那が乗ってた機体がかつてのエクシアテレビ版1号と全く同デザインだと思ってた人多分かなりいると思う。実際はリペア2という名の通り結構各部の形状や装備が別物になってるんだけど初見では気づかなかっただろうなって。ソードが今時のに変わってるのはすぐ分かったけど本体は気がつかなかった。空気を読んでもう一個のドライブは持ってかないし壊さないリボンズ。これ違うよな。両者化しての攻撃をカウンターで片腕を切り落として両者痛み分けになった上で、切り落とした腕についてたドライブを奪っただけで、その間00はどっか行ってたんだよなエクシアに付け替え。そうだよ、刹那とリボンズがお互いを近接武器で切り裂いた瞬間に機体のダメージ箇所から爆発起きた結果距離が離れて互いを見失った。でも割と互角の戦いに見えたけどな。一応オーガンダムの方も実戦配備型なので、決戦に投入されるにあたってソレスタルビーイング技術班の回収はされてるしよう。エクシアリペア2との基本性能差はそんなにないんじゃ？性能的には昔とほとんど変わってないよ。カラーリングという主貯蔵タンクつけただけ。最終回の決戦でガンダム VS グフをパロってるのがなんだかなーって感じ。途中の戦闘でパロ入れるのは別にいいけど、最終決戦くらいその作品の戦いをしてほしかった。オマージュいいと思うけどな。俺は元ネタ知ってる。これはパロだと言い張るより楽しんだ方がいいと思うし、パロだとお年の世代が子供と話せるきっかけになると思うけどな。元ネタに遡るとアムロは僕はあの人に勝ちたいと言ったようにランバラルを超えるべき壁と見ていたので、刹那を現在の境遇に向かわせたリボンズという壁を打ち破る儀礼としてのグフ戦オマージュだった、として解釈してる。もちろんかつて打ち破る側だったものが破られる側に立つ声優ネタの側面は多分に含まれた上で。第一世代機と第三世代機だし、リボンズすごいなってパイロットとしての評価が上がった。ソレスタルビーイングが用意してラッセ君が乗って戦ってたこと忘れてそうな人多いよね。そこまで差があったならラッセも防衛でエクシア乗ったんじゃない？いやエクシアは近接タイプだしあの場では汎用型のオーガンダムの方が良かったとか。レイガンダムも弱めって言われてるビームガンくらいしか射撃武器ないよ。GN ソードだと射撃と防御同時にできないし、勘で固定砲台やるだけなら機体性能も関係ないから立て構えながら撃てるオーガンのが適切なんだろう。武器の持ち替えくらいできるんじゃね？できないんだっけ？エクシアの武器をオーガンが使うのは腕のコネクタないから無理だろうけど逆はできそう。とはいえエクシアにライフルと盾持たせたら近接で使う時にまた持ち替えないといけないし、ただ撃つだけの作業なら機体がエクシアだろうがオーガンだろうが変わらないし、持ち替えるメリットがない。せっかく回収したエクシアを本領発揮できない環境で無駄に危険にさらすより空いてる旧式使う方が無難だし。いや船防衛とかいう最重要任務でケチってどうするのさ、というかエクシアもサーベルはあるし。サーベルの有無じゃなくて、近接特化装備下ろした近接型じゃ本領発揮できないでしょと。繰り返すがケチるとかじゃなくて棒立ちで撃つだけの作業に近接型のエクシアを使うメリットがないんだよ。ぶっちゃけビーム兵器使えるなら低廉でも構わんレベルの仕事だし。下手すや FCS 含め射撃性能は汎用型のオーガンに劣る可能性だってあるのに、なんでそこまでエクシアを使わせたがる？刹那ように操縦系統とかも調整されてるであろうエクシアより固定パイロットなしのプレーンなオーガンの方が動かしやすいんじゃね？防御的にはエクシアのが GN 装甲あるから防御力は上よ。世代的にオーガンには GN 装甲はない。回収にしても大掛かりになりすぎるし。反面、GN 装甲とかの分だけ常に消費される有志量はエクシアのが上だから、有志レイスタートからならオーガンのが水力やビームに回せる有志量で有利、みたいな設定は知ってる。オーガンダムも回収されているとはいえ、
基礎設計の差でイクシアの方が多少有利な気もするが、パイロットのセツナが連戦に連戦を重ねた状態なので、条件としては五分五分な戦いだと思ってた。ご都合感ある展開だったけど、こういうのでいいんだよこういうので。そもそも折算は毎回パイロットの腕では負けてるけど、機体性能で勝ってるイメージがすごい、好きなキャラではあるけど。イチゴはそのイメージあったけど、2期以降はむしろパイロット能力でカバーしてる描写結構あったような。特に折算成長シーンとしてよく言われる劇場版のフラップでジンクス撃破とかさ。言うてそこぐらいしか思い浮かばんけどね、明確に機体有利がなくなったのって1期終盤だけで、2期以降は00とかオーライザーとかアップデートして常に最強やん。00は作中最強ちゃうぞ。元の状態ではカスタムアヘッドと大差ないし、ライザーもマスラオヤッサノー、イノベイド系って同格以上のが明確にいる。てか、21話でライザーとの戦闘を回想したリバイブが、自分たちを瞬殺したのは機体性能だけじゃないと明言してる。マスラオ&スサノーに関しては乗ってる奴が作中屈指の化け物やんけ。そいつに対し武装以外の損傷なしに貫通してんだから十分強えよ。結論からマジレスすると差はほとんどない。刹那とリボンズの戦いは戦闘経験値の差とはるか昔に監督が明言してる。そもそも GN 機は GN コンデンサに一旦粒子を貯めて、そこから各部に分配して性能を発揮する。高い性能を発揮するにはコンデンサの高性能化が不可欠なのはこのせい。2機が従前な状態なら圧倒的にリペア2が強いが、お互いにドライブ取り付けたばかりでコンデンサが空っぽ。これだとどれだけ機体が高性能でも能力は発揮されない。強いて言えば取り回しの良いビームガンを持ったオーガンが射撃戦、シールド貫通する GN ソード持ったリペア2が格闘戦で有利。前提となる戦闘の背景として全て出し切ったせいで、ここでリボンズを逃して立て直されると対抗できずに後がない。ソレスタルビーイングがそれまでの連続戦闘で消耗してる刹那に無理させてリボンズを追わせてる形になる。つまり刹那は体力的にも状況的にも時間制限がある。で、戦闘経過を見ると有利なはずの射撃戦で連射したビーム全部かわされてるリボンズに対して、刹那は取り回し劣悪な GN ソードの射撃一発でビームガンを破壊してる。格闘戦ではリボンズが何発殴ってもリペア2の体勢を崩せず、背負い投げ一発で体勢崩されてギリギリで撃破されそうな一撃に持っていかれてる。この2つの描写は明確に2人の腕の差が出てるシーンで、監督も冒頭の通りパイロットとして刹那、リボンズで初めから作ってる。演出として初代ガンダムと戦う意味全然なくね。別に思想的に乗り越えたりする要素もないし、00という作品がファーストという作品と対になったりぶつかる要素ない気がする。刹那にとってオーガンがどれほど大きな存在かを君が分かってないのは理解したよ。最初に出したオーガンダムのネタの使いどころに困ってラストまで来ちゃった感じ。オーガンダムも昔と色違うし近代化はされてるやろ。敵が最新の GN 機ばかりなのに30年前の性能だったら役立たずだろ。